何よ、私と帰るのがそんなに退屈？ちょっと変な夢を見たから寝起きに失敗して。なんで6時間目が終わったばかりの放課後が寝起きなの？ちゃんと授業は聞いておきなさいよ。私と一緒の大学に行きたいんでしょ？あれ、僕と一緒の大学行きたいのは舞さんだよね。そうね、私の方がサクタのこと好きだもんね。僕が舞さんと一緒の大学に行きたいんです。どっち行きかしら。藤沢行きだね。走る？1分でも早くサクタは帰りたいんだ。ここが開かずの踏切だったらいいのにって舞さんと一緒にいるときは思ってる。それは不便だから嫌。そういえば、どんな夢だったの？授業中にサクタが見たっていう変な夢。ランドセル背負った舞さんが出てくる夢だった。言っておくけど、今の舞さんがランドセル背負ってたわけじゃないからね。ほんと変な夢ね。サクタって年上好きなのに。でもその夢、思春期症候群ってわけじゃないわよね。考えすぎですって。サクタ、思春期症候群に好かれているじゃない。そのおかげで舞さんとお近づきになれたんだから感謝しないとな。いろいろあったものね。いろいろありすぎました。しょうこちゃんは元気にしてるかな。おかえり、カエルちゃん。ただいま、舞さん。コート着てくれてるんだ。あ、はい、お気に入りです。学校は順調？毎日張り切って朝から通ってるよな。そうだ、お兄ちゃんは、なんだよ。明日と明後日、どうしてる？土曜日と日曜日を満喫している予定。暇か聞いてるの。明日はバイト、日曜は舞さんとデートして、舞さんに甘えて舞さんに甘やかされるのに忙しい。それじゃ困るよ。大丈夫よ楓ちゃん、私週末は用事あるから。仕事？まあそんな感じ。どんな感じ？また作田くんと一緒に帰ってきたんですか？涼子さん、付き合ってるんですから別々に帰ってくる方が不自然ですよ。写真を撮られて騒ぎになったりしたら困るんですからね。堂々と交際宣言しているので今さらスキャンダルにはなりませんよ。あのですね、舞さん、何度も申し上げてますが。わかりました、気をつけます。もう返事だけはいいんだから。じゃあ私はこれからドラマの撮影があるから、サクタは楓ちゃんの話をきちんと聞いてあげなさいよ。楓ちゃん、またね。なあ楓。何？舞さんに不満でもあるのか？あるわけないよ。優しくて綺麗でかっこよくて、私もあんな風になりたいなって思うもん。だったらなんで不機嫌な顔してるんだよ。お兄ちゃんが悪い。は？舞さんにずっとデレデレしてるから。そりゃするだろう、あんな可愛い彼女がいたら。わかってるけど嫌なんだもん。で、週末って何かあるのか？美和子先生に言われたの。なんて？進路の相談をしたいって。進路か。うん、進路。誰の？私のだよ。まあそりゃそうだよな。美和子先生からお父さんにも連絡してほしいって言われて。ちなみにどうしたいか決まってんのか？どうって言われても急すぎてわかんないよ、そんなの。